抑えに行きます。残りは2周回を切ったところです。突っ張るか5番の倉松亮、突っ張る倉松と抑えることができるか3番の吉田悟、両者が踏み合っています。2コーナー回ってバック、5番の倉松亮が突っ張り切っているか、あるいは3番の吉田悟、まだ踏み合っています。ジャンの3コーナーカーブへと向かっていくところ、今度は1番の井上が切り替えて自ら上がっていきまして追い上げていきます。先頭5番の倉松亮にマークは2番の川本拓也、番手に追い上げた1番の井上雅史、ここを仕掛けてくるか3番の吉田悟、最終周回と向かっていきます。突っ張った5番の倉松を今度は1コーナーカーブを逆に叩き切りました。3番の吉田悟が主導権です。マークは7番の松尾雅人、熊本の2人が先頭2番手、3番手には5番の倉松亮、その後ろから2番の川本が自力にチェンジしていきまして、2番の川本が自力でまくっていきます。現在は2番手アウトコースブロックしていく7番の松尾雅人、4コーナーから直線です。先頭3番の吉田ながらまくり切ったか、2番の川本、あるいは7番の松尾が差し込んでのゴールです。7番の松尾、残りは2周回を切ったところです。一旦誘導を切らせて元の位置に戻っていきます。1番の大竹の弘樹、短期の5番の米丸が番手に行くかどうか、2コーナー回ってバックです。前からかけた7番の徳田匠、5番の米丸がどこに絡んでくるか、3番手あるいは番手に行ったか、ジャンの3コーナーカーブを迎えます。2番の奥森は無風とはいきませんが、奥森しのぐことができるかどうか、1番の大竹のは後方6番手、最終周回と向かっていきます。先頭7番の徳田の後ろは競り合いですが、5番の米丸が分取りました。4番の龍門隆則が3番手、奥森は交代です。4番手には3番の大林涼介、1番の大竹の弘樹は溜めて6番手からのまくり勝負が現在5番手、バックから3コーナーカーブへと向かっていきます。先頭7番の徳田匠、マークは5番の米丸がもぎ取って、3番手には4番の龍門隆則、まくり上げてくる1番の大竹の弘樹は一射進んだところ、4コーナーから直線ですが、米丸いっぱい直線コースへ向いてくる。徳田が先頭だ。あとは2着争い、1番の大竹の突っ込んでの五輪です。3着に4番のコースがありました。さあ相馬はどう攻めていきましょうか。相馬はここ3場所先行軸に2勝3連敗と連敗を重ねております。一旦体勢立て直して、3番梅田はこのまま突っ張っての先行勝負か、1番の大越圭介が中段3番手、それから2番相馬が5番手で鐘を迎えました。さあ梅田が別線の勘の出方を伺いながら徐々にスピードを上げていきます。梅田が最終先行になろうかというところ、早めに巻き返しに打って出ました。さあルーキーを叩いて2番の相馬ができろうかというところ、6番の佐川が続きます。あとは1番大越の出番あるかどうか、まだバック5番手という位置になっています。さあ3番の梅田が2番手食い下がってケレンミ見せました。6番佐川いっぱいの状態で、あとはベテラン4番小林が続きます。さあ番手から余力ありそう、3番の梅田完全に抜け出しました。1着オールイン。内田が攻めていきそうです。5番の奥山雅史と2場所前の伊藤でワンツーの2人がタッグを組んで攻めようというところですが、小池が突っ張っていきます。ここはルーキーらしく果敢に風を切ってラインで独占を狙っていこうという作戦。4番の小池がまだまだこの辺りはペースがけ、2番の内田敦はタイミングを図っておりますが、4番手さあ徐々に風、おっとなんとなんと大波乱となりました。4番の小池が行って、それから1番の亀井雅人、あとは6番の鈴木敦也が3番手置かれて追う展開になっています。さあ走っているレーサーは3人ということになりました。さあ関東の2人、4番の小池、1番の亀井、まずは2人のマッチですということになりますが、このまま押し切れるか、4番の小池千秋、あとは1番亀井、その距離詰まりません。4番1番、あとは6番の鈴木となっています。4番1番6番まくりも決めておりました。短期で一発狙っていこうというところか。さあルーキーの2番加藤の拓馬、マークには7番の奈良元井が続いて、佐野阿部とラインが4人でありますが、一旦加藤のが様子を見ました。どうでしょう、千葉コンビの出方を伺っていって、4番手からこのまままくりに構えるのか、1番の浅野徹が徐々にペースを上げていこうというところ、かかりきる前に2番加藤野が叩いてホームから、さあ勝負1周回を切りました。
7番の奈良が続いて3番の佐野、それからベテランの阿部は高校に置かれました。さあ2番の加藤の拓磨が最終選考で、あとは7番の奈良元井と続いて3番の佐野滝夫と、さあ宮城のワンツー体勢は消したかどうか、あとは1番の浅野通る、まだ足悪か、4番手からの直線勝負、先頭は2番の加藤の拓磨、番手からは7番の奈良元井に変わったか。7番2番と宮城ワンツーです。に対し久保木は一旦引いていって、あるいは突っ張っていくか、肩を並べて、さあ5番の久保木はどうやらこのまま突っ張っていきそうな感じ。1番の高桑から7番の阿部と地元3人前変わらず、4番鏡は引いていって、3番栗からはここはもう切り替えていこうというところ。6番の小林隆は中段、4番手からチャンスを伺っていきます。さあ4番の鏡が現在のところは高校に置かれて6番手になりました。勝負は残り周回を切ります。ここからさあ加速してまいります。5番の久保木和志が先頭の位置、あとは1番高桑から7番の阿部利光、そして中段に6番の小林がいて、あとは3番の栗原という体勢。さあ4番鏡は全く動けません。先頭は5番の久保木、あとは1番高桑、この地元ワンツー見えてまいりました。上位独占体制、久保木が押し切りました。6番坂本に5番の清水が続く6番5番と、北のセットの後ろからは4番の相川、後方展開上がる2番の期待を牽制する、大きく外に持ち出して2番車期待を牽制しまして、さあその4番の相川が出てくるのか。レースはジャン周回、2番の期待勇気が山下ろし気味に上がってまいりまして先頭へ、4番相川が中段3番と得た形、あとは6番5番と北の2人が6、7番手に置かれる状況となりまして、ジャンを迎えるバックストレッチしすぎています。2番の北勇気先行状態で2センターカーブ、4番の相川が3番手、まくりが果たしてなりますかどうか。4コーナー通過です。縦一列の状態で残りは1周、2番期待の先行、1番高橋続く、2番1番と難関2人の後ろを追って4番の相川、どこからまくってくるか。先に出たのは後方展開6番の坂本利也のまくりは4番手アウトコースまで迫りますが、前には届かずか。2センターから4コーナーカーブ、逃げる2番の期待、番手1番高橋がぴったり続いて直線コースは2番車の押し切り、2番4番3番。一月余り明けての今回の実戦となりました自力自在客室、その6番田村が上昇をかけます。2番の関東が追っていき、続く7番井上と関東3社が上昇、レースは打掌周回迎えて先頭に抜けていった関東の3人、乗り換える動きは5番の梶山、そして3番中込の後ろを狙っている感じで5番の梶山その3番車の後ろで止まりましたが、1番車石川が3番中込の上昇に乗っていき、5番梶山は出遅れる格好、6番田村を叩いて3番の中込先頭へ、続く1番石川、5番の梶山が3番手アウトコース、インコース6番田村と3番手を争う格好となっています。残り1周の1センター通過です。逃げる体勢を取る3番中込、1番石川が番手続いて3番手まだ並走の状態が続いている、インコース6番の田村、アウトコース5番の梶山、2センターから4コーナーカーブ、3番車中込が逃げる、早めに仕掛けた1番の石川追い込んでの1着、1番5番。体勢は縦1列2周回目にセンター回ります。6番の藪下直樹が上昇をかけていきます。北海道勢の上昇これに乗っていくか、3番の高田隼人踏み込んで、レースは打掌周回、7番車橋本武史率いる関東ラインが内に包まれる状態となっていまして、アウトコース3番の高田隼人と3番手4番手と並走状態となりまして、ジャンを迎える向こう上面に入ってきます。6番の藪下直樹が先頭、3番の高田中段、4番の岡崎とともに難関勢が3、4番手中段夫人となって、さあジャンが徐々に激しくなってくる4コーナーというところ、7番車橋本の巻き返しはどこからか。4コーナー回りまして
6番藪下の先行で残り1周1コーナーカーブ、中段展開から外に上がる3番の宝、7番車橋本牽制していくが、7番車橋本突破していけるかどうか。2コーナー通過して3番の高田を突破した7番車橋本、ぐいぐいと前に接近していき、合わせて2番車杉浦が番手発進を見せる。2センターから4コーナーカーブ、7番車橋本、内から2番車、番手から1番車が伸びました。1番の斉藤、内7番橋本、ここで4番手3番梶原から動いて、まずはじわりと3番手から2番手、前1番の宮西が飛びついていくのかどうか。抑えて3番梶原先頭、頃2番手5番久木本、サインコース1番宮西が粘っていきますが、2番手以降が並走となった。レースは打者を迎えます。彼を聞いて流して3番梶原大地が先頭、そして黒2番手以降並走が続いています。アウト5番久木本紀彦とイン1番宮西翼で4コーナーから直線コースへ向きました。前まだ後ろ見ながら流しています。3番梶原大地、そして頃2番手以降びっしり並走続いて、最終周回1コーナーから2コーナーへと向かっています。流してマイペースの主導権は3番梶原ですが、今度は最後方から2番阿部良二が短期で上がっていった。さあ2番阿部と3番梶原ですが、抑え込んで2番阿部良二、これインコースを3番梶原、3番梶原が突っ張った。後ろ1番宮西踏み込んで直線コース、先頭3番梶原大地、2番手1番宮西翼、3番梶原先頭合流、3番1番7番か。後ろも2番の柏村と1番西島が並走して残り2周回。さあここで抑え込んで4番大中ですが、このインコースを3番松本も突っ張る。さあ3番松本と4番大中踏み合っていきますが、ここは突っ張って3番松本健斗が主導権、2番手1番西島講師打者を迎えます。さあ彼を聞いて一旦ピッチを落として3番松本健斗先頭、2番手1番西島講師、6番浜田翔一郎3番手、7番伊賀哲也4番手、4番大中は5番手で立て直して、レースはこれから最終周回を迎えます。前をまだ流してここでペースアップ、3番松本健斗の主導権、2番手1番西島講師、6番浜田翔一郎が3番手、5番手から4番大中拓磨が踏み込んで2コーナーから最終バック、しかし前突っ張った3番松本健斗が突っ張っています。そしてこの2番手が1番西島講師、あとは6番浜田翔一郎で4コーナーから直線コースへ向きました。先頭3番の松本、2番手1番西島、松本健斗先頭で合流、3番1番6番です。1番志田流星が突っ張っていくのかどうか。アウトを3番福本が上昇していきますが、前1番志田が突っ張る。さあ1番志田と3番福本が踏み合っています。インが1番の志田流星、アウト3番の福本啓太、さあ前もがき合い続いて打者を迎えます。彼を聞いて突っ張って1番の志田流星が先頭ですが、このアウトを3番の福本も頑張っています。しかしここは突っ張って1番志田流星が先頭、そして2番と2番の林王子、それから7番松井秀幸が3番手、2番とアウトを3番福本並走していきますが、さあ突っ張ってかける1番志田流星、そしてこの2番と2番林王子、あとは内を締めて回る7番松井秀幸が3番と追っていきますが、3番手に3番福本がはまっていった最終バック。さあセット後ろ離していく1番志田流星です。この2番手食い下がれるか、2番の林王子、あとは3番福本、4番東輝直線コース、後ろちぎった1番志田流星、足を圧倒した。セット1番志田、2番手5番西村で合輪です。3着争いはどうか。